はい、皆さんこんにちは。2024年初ジムカーナとなります。2月11日ウミガメ練習会です。ちょっとウォーミングアップコース行こうと思います。倒れるかと思った。はい、タイヤウォーマーで、まあ結構しっかり温めたので、空気圧は 1.8、 本管で 1.8 です今。まあこっから下がると思うんでね、 1.7 狙い、あれ 1.7 でよかったんだっけ。数値も忘れてきた。久しぶりで。12月の20日ぐらいに最後乗ったのかな ?1 ヶ月半ぶりぐらいになるんですけれども、その間にですね、頭の中がラジコンとですね、あと台湾ツーリングのことでいっぱいになってましてですね、ジムカーナのこと結構忘れて、いきなり転倒から始まる2024年。大丈夫ですかこれ。今回ですね、オフの間にフロントサスの仕様を変えました。減衰をかなり抜いて、サスも荷重を下げましたので、実際どんな感じなのか初めて乗ります。ちゃんと乗りこなせるかどうか不安ですが、そしてあとは Q5 がね買えないんで、この間まで練習に使ってた Q5 をもしかしたら本番で使わなきゃいけない感じなんで、そのさらに前に使ってたもうスリップサインでかかってる、ほぼ出てる Q5 のリアにしてます。フロントは変えてません。ということで変更点としてはフロントサスの仕様変更とリアタイヤがしょぼくなってるということですね。もうコースを覚えるのもなんかこんな感じだったっけみたいな。久しぶり。おー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 足つきまくおおなんだなんだ今の変な感じでこけた。二こけ目。大丈夫かいな、本当に。失敗。くそ。そこ行った。1分38秒628。足つき1、転倒1。いやー。転倒だらけのスタートだな。ちょっとビビっちゃったね、あそこで。曲がりきれないと思ってバイクを起こしちゃったし、起こしちゃったから演奏したんだよね。起こして減速したから、起こしてるから演奏したのに体はこけなかった。バイクだけ倒れた。チキン野郎の転倒だ。まあ、コースを間違わなかっただけでも良しとするか。うわっ、アクセルが開いちゃった。くそ。
間違った。くそ。間違った。行きたいことしちゃった。なんということだ。記録もまともに残せていないぞ。やっとゴールした。21秒936、20秒206、さっきより2秒近く上がったってことを考えればまあまあだ。19秒136、よし、よしよし、いいよいよ。18秒202、足つき1だけどまあまあだ。なんかフロントサス違和感ないな。とりあえず頑張れる、このまま頑張れるみたいな気がする。はい、じゃあ2本目ですね。 B グループの人で16秒台入ってましたね。まあ目指せ16秒台。まずはこれまでの感触を取り戻していくというところ。そんな違和感はなく走れてますけどね。18秒9、パイロン1ですね。入り方がちょっと浅かったなと、小さく入っちゃったなと思ったんだけど、パイロン当たるぐらい小さく回れたってことだ。とにかくやっぱりね、あの去年からの課題と一緒ですよ。とにかく回転ですね。回転をとにかくこける気でギリギリで回らないといけない。それがどれだけできるかどうか。17秒396、うん、まあノーペナではある。まあ一応まあまあの内容ではあるが、もっとだ。まあまとめたって感じだね。激しい動き出して今、まあいいや、攻めた結果だ。フロントのサスのね、感じを変えたことに関してそんなに大きい違和感はないんだけど、やっぱ今の転倒もやっぱちょっと影響は、なんかね、旋回してる時のフロントの手応えがやっぱ違うんだよね。サスが戻ってくると思ったら戻ってこないみたいな感じが時々するんだよな。バネの荷重が変わってるからかな。でも減衰も落ちてるから逆に戻ってきやすいはずなんだけど、ふわふわしちゃってるのかな。それともなんかね、フロントが遠くに逃げていく感じをする時があって、ちょっと荷重下げすぎたのかな。やっちゃった。チークじゃー。ちょっと2セット目は狙いすぎてメタメタだったけど、まあ攻めた結果ということで。はい、じゃあ3回目の走行になりますが、ちょっと先ほどあまりにも無様だったんで、せめて、足ついてもバイロン倒してもこけずにゴールしたいなっていう気持ちはちょっと湧いてきているんですけれども、いや足ちょっと打撲してますね。ちょっと痛いですね。いや、あのニーグリップするとちょっと痛いですね。なんかね、回転の後半にフロントがなんか荷重が抜けるような感覚があるんだよね。遠くなるような。それがもしかしたらリアがちょっとバランス、サスのバランス的にリアが勝ち始めてて、それによって押しちゃってんのかなっていうね。だからフロントがやばくなったことで、まあ、これまでリアをね、あんまり減衰抜いてもうまくいかなかったんだけど、その辺がもしかしたら抜いても逆に良くなるようになるかもなって思うんですよね。18秒489、無難に決める。
無難にまとめた。ダメだ、遅い。トップの人11秒の人がいるっていう、とんでもねえん。いや、無難だったな。まあさっきこけまくってたからね、こういうラップも必要でしょう。まあとはいえ無難にとは言っても結構スムーズに綺麗にまとめた気もしたんだけどな。失敗した。おっそー、最後18秒08、最後めっちゃしくった。途中結構いい感じだったんだよな、最後途中まで いける、17秒いけると思ったんだけど、最後のあの左回転がすげえ難しい。あそこにスムーズにつなげるのが、18秒112、17秒入んない、マジかよ、遅い。やっぱり転倒のあれが残ってるな。これじゃあベストタイムが2回目のあの17秒のあれだけになってしまう。一番コンディションのいい時にベストが出せないってどういうこと。くそ、またこけた。19秒018、終わった。昼のフリー走行時間ですが、周回数あんま走れてないから23秒164。おっ、17秒705。なんで今は、そう確かにそのちょっと無理しないで立ち上がり重視のしっかり外大きく入って小さく出るをしっかりやったっていうのと、あと回転に入った時に焦らなかったでアクセルをま繊細に当てるようにしたんだよね。あとは2箇所のフリーターンをちゃんとバンクさせて頑張って体をあんまり起こさないように意識した。ちょっと入れ込みすぎだったかな。仕様変更してタイム出してやるぞっていう、早くアクセルを開けようとしすぎてかえってリアブレーキで無理に抑えるから演出してたのかもしれない。これが出るんだよな。今やっぱり旋回後半にフロントが荷重かかってない状態で倒れそうになって開けたんだよね。それでフロント逃げていったんだよな。18秒797、さっきの17秒何だったんだろう。いやーでもな、あの旋回後半のフロント抜けが難しいな。あれ最後うまくいった。あれ遅い、19秒139って、分からん、何が何だか分からん。ちょっと急いでご飯食わないと。はい、じゃあ午後の4回目の走行、ちょっとね昼のフリー時間に走ってなんかこう行き詰まった感があったんで、ちょっとサスをいじってみようかなと思ってます。回転がねやっぱりどうも攻めきれないんですよね。あの 転びまくってるから、前は足つきで済んでたところも転んじゃうような気がするんだよな、まあ、やっぱそこら辺がねサスペンションの仕様変わったところの影響なのかなっても思いますね。21秒124、だいぶパイロン2か、だいぶミスも多かったな。18秒086、足つき1、まあまあまとまったんだけど17秒入らんわ。16秒17秒854、ちょっとなんか走りやすくはなったな。もっと上がると思ったけど、
16、よし、16秒718。どうやらやっぱりフロントとリアのバランス変わったんだね。走りやすくなったもんだって。もっと緩めよう。さらに2クリック、さらに2クリック緩めました。16、あれ17秒644。16秒一発か。今足つき1だし、あーでも16秒でとりあえず入った。はい、じゃあですね、3時半からのラストの走行になります。さっき、最後に野火川源水を18戻しから21戻しにして、さらに23戻しにしたんだけど、23だとちょっとタイムが落ちたので21戻しにしまし、してます今で。もうちょっと走ってから厚川源水を触ってみようかなと思います。緩めてみようかなと思ってます。もう結構疲れました、やっぱ久しぶりだからね、もう上げらんないと思うけど、だからセッティングの評価はあんまできないかもしれないですけどね、もう分かんないっす。18秒216、18秒か。まあ1周目だ。これはコースミス。3クリックいるね。高速側低速側ともに多分そんな影響大きくないと思うけど。17秒209、ちょっと最後ミスったけど、なんか良かった、動き良かった、回転とかもやりやすくなった。やっぱり前後バランス崩れてたかな。まあ崩れるのは当然なんだけど、前だけ変えたんだから、それがこれだけ影響してたっていうことだね。よし、た、あれ17秒148、あれ16秒いったと思ったのに。もっと抜いてみようか。じゃああと1、2クリック、1、2、あれ17秒046か。悪くはないが、はい、イニシャルを1回転半緩めました。リアサスのバネのね、イニシャル荷重、初期荷重を1回転半、ちょっと何ミリかは後で測りますが、もともと11ミリでした。さあもうここからは公式計測ではないので、あーしちゃった、くそ、間違った。割といい感じかなと思ったんだよな。17秒9、ラストです。これで終わりにします。終わりします。やっぱり引き際が肝心な。ちょっとね、途中はまりかけましたけど、やっぱり前後バランスがね、変わったっていうところで、かなり最後走りやすくなりましたね。ちょっと途中はね、なんかもうなんか攻めると転ぶみたいな感じがすげえ怖かったんだけど、まあまあでした。ちょっと練習用のね、練習セッティング出しもしたいんだけど、タイヤがもうスリップサイン出てんだよね。困った。違うタイヤでセッティング出すのもなんだしな。